王朝名、王朝名、王朝名、1883年5月4日から1944年11月10日は、中華民国の政治家。字は末進。号は、聖英。中華圏では、王聖英と呼ぶのが一般的である。地日派として知られた。原石は、石膏省商工不参院圏、現在の商工市下教区。膏書十年。 1884年、十人兄弟の抜子として、関東省三水県、現在の仏山市三ミ区に生まれる。高所三十年、明治三十七年、1904年9月、新朝の官辟生として、日本の和仏法律学校法制大学、今の法大学の前身に留学。留学中に、孫文の革命思想に触れ、高所三十一年、1905年、 革命党に入党した。やがて、孫文の来日を機に、同年8月中国同盟会が結成され、王朝明は、帰還し、民法の、編集スタッフを務めることになる。この頃から、王は、精英という号を用いるようになった。高所32年、1906年6月、厚生大学促成科を卒業。完備留学の期限は切れたが、王はそのまま、 法政大学の専門部へ進み、革命運動を続けることとした。この頃、イギリス領マレーのペナン島の有力家教の出であり、後に王の妻となる陳碧君も運動に参加している。若い頃は、長身の美男子であり、スーツを好んで着こなしていた。やがて新朝からの依頼を受けた日本政府の取り締まりにより、民法は発行停止に追い込まれ、 孫文は根拠地をフランス領インドシナのハノイ、ついでイギリス領マレーのシンガポールに移した。孫文の信頼を得ていた王も孫文と行動を共にする。孫文がフランスへ去った後、王は大王国以外は欧米の植民地支配下にあった当時の東南アジアにおける中国同盟会の勢力拡充に力を注ぐ子になる。戦闘2年、1910年。 王は革命運動を鼓舞するため、新朝洋人の暗殺を計画した。王は北京で写真屋になりすまし、密かに爆弾を酔い、厚し新郎、はじめを狙ったが未遂に終わった。新朝政府に逮捕された王は死刑を覚悟したが、革命派との融和を図る民政部将書縮信王前期の遺行により、終身金固刑に罪一等を減税られることとなった。 革命軍が放棄し勢力を広げる中、戦闘3年、1911年11月、新朝政府の大社により王は釈放された。やがて侵害革命により新朝は崩壊し、民国元年、1912年1月1日に中華民国が成立したが、この成立宣言の文章を起草したのは王である。この年王は革命運動の同志になっていた陳碧君と、 結婚した。民国元年、1912年3月、遠征外が臨時大総統に就任したが、皇帝への野心を持つ遠征外と孫文らの対立が表面化し、第二革命、民国2年、1913年、孫文は日本へ、王はフランスへ亡命することとなった。遠征外政府が崩壊して、新政府が誕生すると、民国6年、 1917年、王はフランスから帰国。孫文の下で王は、関東軍政府の最高顧問を務めることとなる。民国14年、1925年の孫文死去に、際しては、有名な革命なお未成功、同志なおす努力、革命なお未だ成功せず、同志よって、すく努力すべしとの一節がある孫文の遺言を起訴。病床にて、 孫文の同意を得たと伝えられる。孫文の死後、王は、関東で、国民政府常務委員会主席、軍事委員会主席を兼任する。この政府には、毛沢東ら中国共産党メンバーも参加していた、後北伐開始後、政府は、武漢に移る。民国十五年、1926年3月、中山菅事件により、蒋介石との行き違いが生じ、王は、 自発的に職責を辞任し、フランスに亡命した。民国16年、1927年4月1日、紹介席の承電に応じ、再度帰国。中央常務委員、組織部長に会議在下同年に、中国国民党の多数の同志、およそ中国共産党の理論及びその中国国民党に対する真実の態度を了解する人々は、 誰も孫総理のレントモ政策を疑うことはできない。と発表。なお、この直後の4月12日に、小解析は、上海クーデターにより、共産党の弾圧に乗り出した。さらに小は4月18日、南京に国民政府を組織して、共産党の影響が強い武漢政府から離反した。王は、武漢政府に残ったが、やがて、共産党との分離を決意し、 武漢政府内にて、浸透工作を進めることとなった。反共産党で一致したことから、武漢政府と南京政府の再統一が、スケジュールに上り、小介席が下野して、両政府は合体することとなった。王は新政府で、国民政府委員、軍事委員会主席団委員等の地位についている。しかし共産党の関東放棄の混乱の責任をとって、王は、 政界引退を表明し、再び、フランスへ外遊することとなる。一方国内では、独裁の方向に動き出した章と、その動きに反発する反章派との対立が生じる。王は、反章派から出馬を壊れて帰国し、民国19年、1930年9月、北京にて国民政府を樹立したが、北京国民政府主席は、選挙区の不利を見て、 すぐにゲ野を表明し、政権は1日で和解した。王は国民党から除名処分を受ける。王はしばらく香港に撤居していたが、民国20年、1931年5月、反省派が結集した関東国民政府に参画した。満州事変を機に、小政府との統一の機運が高まり、民国21年、1932年1月1日、 章と王が中心となる南京国民政府が成立した。王はこの政府で行政委員長、鉄道部長を務めた。民国22年1933年5月、王は関東軍の熱化進行に伴う単空、停戦協定の締結に関わった。実質的に満州国の存在を黙認するものであったが、これは王の一面抵抗。 一面交渉という思想の現れでもあった。王は、その後、政府内の反対派の批判を受けつつ、日本と戦うべからずを前提とした、対日政策を進めることとなる。民国24年、1935年11月1日、国民登録中前会の開会式の記念撮影の突起、王長明は狙撃された。王は三発の弾を受けたが幸いにして、 玉は急所を外れていた。この時体外から摘出できなかった玉が後の骨髄腫の原因となり王の命を奪うこととなる犯人一味は直ちに捕らえられた対日外交への不満が犯行動機とされている王は療養のため民国25年1936年2月にヨーロッパへ渡り友好国でもあるドイツで治療を行ったドイツでは 政府関係者と交流を持つなどの活動も行った。翌年の民国26年、1937年1月に帰国した。民国26年、昭和12年、1937年7月、日中戦争が始まった。徹底抗戦を貫く蒋介石に対し、王は抗戦による民衆の被害に心を痛め、和平グループの中心的存在となった。 一方、民国27年、1938年3月頃から、日中の和平派が、水面下での交渉を重ねるようになったが、この動きはやがて、中国側和平派の中心人物である広氏を、パートナーに担ぎ出して、和平を図ろうとする、いわゆる、王朝名工作に発展していく。10月12日には、王は、ロイター記者に対して、 日本との和平の可能性を示唆、さらにその後調査の焦土戦術に対して明確な批判の意を表したことから、小解析との対立は決定的なものとなった。今井武雄によれば、王は11月16日のーとの話し合いで、ーとの決別を決心したと伝えられる。11月、上海で王派の孔宗武、梅子兵と、 日本政府の意を大した、影佐佐田明や今井武雄との間で、話し合いが重ねられ、重行動会談、11月20日、両者は中国側の満州国の承認、日本軍の二年位の撤兵などを内容とする、日下協議記録を署名調印した。その合意の実現のため、大川は、王は、重慶を脱出する。日本は、和平解決条件を公表し、 王はそれに交応する形で、実局収集の声明を発表し、本明、四川などの日本未占領地域に新政府を樹立するという計画を策定した。この計画に従い、12月18日、王はついに重慶脱出を決行した。12月20日、葉の息、王の脱出に前後して、陳・紀美博、ロ、陶器梅・志平らの王グループも、 それぞれ重慶から脱出した。しかし、王の期待に反して、昆明の竜宮も、四川の半分か、第四戦区、関東、後世の司令官長発継承軍などの軍事実力者たちは、ついに広市に同調することはなかった。さらに王にとって打撃となったのが、12月22日、王の脱出に応える形で発表された、この絵生命、第三次、この絵生命である。 声明は、王と日本側の事前密約の柱であった、日本軍の撤兵には全く触れておらず、王グループに強い失望を持たせる結果となった。12月29日、王は通電を発表し、広く和平反共旧国を訴えた29日の日付をとって延電と呼ばれる。小政権は直ちに王を国民党から永久除名した。 民国28年、1939年1月、この絵文丸は突然首相を辞任し、王の構想は完全に頓挫することとなった。当初の構想が挫折した王は、しばらくハノイに滞在することになる。民国28年、1939年3月21日、国民党の資格が王の家に乱入、王の腹心であった、ソナカなるを射殺した。 資格は王を狙ったが、たまたま当日は王と蘇が寝室を取り替えていたため、蘇が身代わりに犠牲になったものだった。日本側はハノイが危険であることを察知し、王をハノイから脱出させることにした。影瀬定明、犬飼健らがこの工作に携わり、4月25日、王はハノイを離れ、5月6日、上海に到着した。 一時は新政府樹立を断念していた王だったが、ハノイでの狙撃事件をきっかけに、日本占領地域内での新政府樹立を決意することとなる。これは、日本と和平条約を結ぶことによって、中国日本間の和平のモデルケースを作り、重慶政府に揺さぶりをかけ、最終的には重慶政府が和平に転向することを期待するものであった。上海に移った王は、 直ちに日本を訪問し、新政府受立への内択を取り付けた。そして8月28日より国民党の法統継承を主張すべく、上海で第六次国民党全国大会を開催、自ら党中央執行委員会主席に就任した。そして、日本占領地内の傀儡政権の長であった大勝都市、両大取市と協議を行い、9月21日、 中央政務委員の配分を国民党、大派3分の1、臨時維新両政府、大、両政府3分の1、その他3分の1とすることで合意に達し、彼らと合同して新政府を樹立することとなった。ついで10月、新政府と日本政府との間で締結する条約の交渉が開始された。しかし日本側の提案は、 従来のこの絵生命の趣旨を大幅に逸脱する過酷なもので、王公策への関わりが深い関係者も、権益思想により新たに、政府各省から便乗追加された条項も少なくなく、忌憚なく言って、帝国主義的構造を露骨に暴露した要求という、外ない変わるものであった、10月初公安委員会議、決定事項として、堀場中佐及び平井和江中佐の持参せる、 交渉原案を見るに及び自分は安全たるを禁じ得なかった。堀場中佐は自分に問うて曰く、この条件で王政府が民衆を悪くする可能性ありやと自分は不可能であると答えざるを得なかったと回想している。あまりの過酷な条件である花、日清関係調整要項に王自身も一旦は新政府自立を断念したほどであった。また、民国29年。 1940年1月には、王新政権の傀儡化を懸念する、こ宗武、ねたけ、陶器政が和平運動から離脱して、内訳原案を外部に暴露する、という事件も生じたが、最終的には、日本側が若干の情報を行ったこともあり、王はこの条約案を承諾することとなった。民国29年、1940年3月30日、 南京国民政府の設立式が挙行された。王は、重慶政府との合流の可能性を睨んで、当面新政府の主席大理に就任した、民国29年、1940年11月、主席就任。なお、新政府では、妻の陳平貴君も重要な役割を果たすことになった。その後、接生のため数度訪日、民国31年、 1942年12月の法日時には大訓域課題受章を授与された。島本誠の美貌メモによると、当時大東亜章並びに中華民国国民政府の要請により、同国、南京、上海、蘇州において、同国各空気指導者講習会を開いたという。民国33年、1944年に入ると、 狙撃の際に受けた傷が激しく痛み始め、間もなく下半身不遂の重体となった。王は若い頃から体質的な糖尿病を病んでおり、この糖尿病が傷の症状をさらに悪化させることになった。3月3日には土日して名古屋帝国大学医学部付属病院に入院。多発性骨髄腫と診断された。王は体の激痛に耐えながら闘病生活を続けたが、 11月10日、そのまま名古屋にて隠しした。王は、晩年には家族に対して、日本人に、本当の友人はいないと嘆いていたとも伝えられる。遺体を、小牧飛行場から、飛行機に乗せて送り出す際には、小磯国秋、重光青いら当時の政府閣僚、この江踏みま当時秀樹ら重臣などが見送りに訪れた。南京郊外の梅火山に埋葬されたが、 墓を暴かれる恐れから、棺はコンクリートで、覆いがされた。終戦後の民国35年、1946年1月15日、国民党、第74軍は、墓のコンクリートの外壁を爆破、王の棺を取り出した。遺体は、間もなく火葬場で灰にされた後、野原に捨てられたという、カンの墓を残すわけにはいかない、との考えからとみられる。 新政権は誕生したものの、結局は、王の意図したような、重慶政府との和平は実現せず、戦争は継続されることとなった。民国30年、1941年12月8日、太平洋戦争が始まったが、王は事前に、日本の開戦決意を知らされておらず、和平の実現がますます遠のいたことに衝撃を受けたという。 王は日本の国力では英米に対抗できないとの判断から改選には反対していたが結局王朝明政府も参戦することになり民国32年1943年1月英米に対し宣戦布告同11月には東京で開かれた大東亜会議に王は南京国民政府代表として他のアジア諸国の首脳と共に出席した 島本誠によると、中華民国各空士指導者講習会も行ったという。ポツダム宣言受諾が公表された翌日の1945年8月16日に解散された。王朝明は中国において日本に寝返った最悪の裏切り者として評価されている。リュースグルは日本人が王朝明を愛国者と評価することはもちろんのこと。 彼に示した理解と同情も中国人から見れば歴史への無責任と映るのかもしれないと述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。